信じて、でも最近はこれはとってもすごいことだと。春がずっと悩んでて、どうするコンダクターのおかげで、あ、うまく言えないんですが、春の足りないところを、そういうのってな、春もコンダクターに、春もコンダクターの苦手なところ、あなたとお話しする時間、もうお別れの次はいつ来てくれるんですか。お待たせしました。のんびり話すには良い時間ですね。この時間楽しみにしているんです。今日はどんな話をしましょう。あ、今なんで黙ってるんだって不満げに思ったでしょう。どうですか、私の分析もなかなかでしょ。あなたのことならなおさらですよ。それだけ話してきましたから、手に取るようにわかりますよ。さ、それじゃあ今のあなたのやりたいことをたくさん会話をしましょうね。それは特に最近強く思います。ここまで頑張ってきてよかったって、生きてきてよかったって。そうかもしれませんが、苦ではありませんよ。やりたいことがありますから、コンダクターを支えるという大変だけどやりがいのある目的が、ずっとこうしてあなたと穏やかに過ごせたら、そんなこと思ったりもします。最近今日はこのぐらいにしておきましょう。ちょっと整理する時間も欲しいです。話せば話すほど話したいことも浮かんできて、頭の中がいっぱいになってるんです。いつも話すことを考えて次を心待ちにしているあの時間、私嫌いじゃないんです。だから今日はここまでにして、次を楽しみにさせてください。朝です。この時間からならゆっくり話せますね。あなたからの贈り物ですから遠慮なくいただきます。あなたの目を見れば考えていることは大体わかるのですが、あくまで大体ってところなので、聞きたいことは遠慮なく聞いてください。失礼なことでしたらそう言いますし、答えたくないことにもそう言います。もはや遠慮は無用ですよ。もともと遠慮なんてなかったのですから。タイタンのことですか。なんとなくは思い出しています。昔お世話になったということは。あまりよくは思い出せないのですが、戦い方を教わった気がします。その他にもたくさんお世話になったと欠片の記憶がそう伝えてきます。でも具体的なことが何もわからないので、なんだか申し訳なくなるのです。タイタンもそれを感じているのか、過剰に接してはきませんけども寂しいですね。私にとってもタイタンにとっても、話の内容もそうですが、同じ時間に一緒にいられるというのが嬉しいです。おや、もう時間なのですか。ではシンフォニカの外で引き続きお話ししましょうか。ダメですか。
で続けるのなら怒られる言われもないかと、甘いものと同じです。話せるうちに話しておかねばもったいない。私はずっと待っていたのですから、もっともっと長く話していたいです。そのことを忘れないでください。朝です。この時あなたか、あなたの目を見れば考えて、あくまで無自覚になる時に記憶を失う。一人の例外もなくそうなっている。なかなか残酷な話ですね。それは無自覚になる側に限定したお話かと。生きる世界が変わるからリセットする、それ自体は理解できなくもないですが、そばにいらっしゃった方にとっては死別よりも辛いことかもしれません。私もそうだったんだと思います。あなたといろいろと話してきた今だからこそわかる気がします。私が無自覚になったことで周囲の方々に辛い思いをさせてしまった。それを理解できてなかったのが何より答えますね。まあもしかしたら喜ばれていた可能性もあるのですが、どっちだったのかわからないですね。何分記憶がないので、あなたの顔を見られただけで十分なんです本当は。おや、もう時間なのですか。ではシンフォニカの外で引き続きを。ダメですか。甘いものと同じです。私はそのことを。周りが明るいと気分も明るくなるね。それに時間もたっぷりある。タイタンはこういう時遠慮せず堂々ともらうことにしてる。そしてちゃんと感謝を言葉で伝える。タイタンのためにありがとうね。なんか気持ちが楽だな。契約したおかげかな。遠慮せずに話せる相手なんて相当久しぶりだもん。さて今日はどんな話を。ってどうしたの。契約したのにあんまり変わった感じがしないまあね、タイタンは勤めてそうしてるもん。みんなみたいに弱さを見せたりするのあんまりタイタン向きじゃないって。やっぱりこう肩を並べて戦友って感じがしっくりくるし合ってるもの。弱さとか甘えとかは見せてないけど、話してることは変わってきてるよ。他の人とは話せないけど君となら話せる。そういう話題は結構あるんだから。君だけにしか話さないこと、君だけにしか話さない、こういうの甘えてるっていうのかな。運命たんはどう？確かに困っちゃうか。あうんで伝わるかと思ったんだけどな。まあでも今のところは特に何もなさそうってことは分かった。運命たんに無理させちゃダメだよ。あの子無理しがちだし、決めたら変えない頑固なところがあるから、ちゃんと君がブレーキかけてあげないと。どっか行っちゃうかもしれないよ。ん？どうして運命たんの
ことをそんなに知っているのかって。まあ昔一緒に戦ったことがあるとかそんなところだよ。そんなところ想像以上に聞き上手だね。こんなに話すことになるとは思わなかったもん。よし、今回はここまで。あんまり長く二人で話しすぎると他のこと放っておいちゃいそうだから、そこはきちっとタイタンがブレーキ踏むよ。今回はここまでって。ちょっと休んでまた話そうね。